いかがですか、お三方、もし今の関連しまして日本が特殊な国かということ、日比さんお願いします。いや、特殊な国ではないと思うんですけど、ただその儒教と比較する場合注意しなきゃいけないのは、漢字を使ってますんで、字が同じだと同じ概念だと思っちゃいけないわけで、例えば孝っていう字がありますね、親孝行の孝ですが、親孝行はいいことだっていうのは日本人はまあ異論はないと、ここにいらっしゃる方は特に異論ないと思うんですが、ところが中国の儒教における、それも近代以前の儒教における親孝行っていうのはもっとなんていうかえぐいものでしてね、例えばどういうことかっていうと、タイタニック号のようなことが起こってですね、あと一人しか船に乗れないっていう時に、日本人だったら多分幼い子供乗せると思うんですよ、子供に未来はある。中国、昔の中国人だったら親乗せるんですよね。子供を犠牲にしても親を乗せるんです。なぜかっていうと、子供はまた作れるじゃないかと、親はもう作れんじゃないかっていうことで、だからこうといってもそこまで日本人はやる人はいないわけで、中身が全く違うわけです。また礼といってもですね、礼儀っていうのは日本人はそれぞれやり方がある、色例えばクリスマスプレゼントなんかにしてもいろんなやり方があると思ってるんだけど、向こうはちゃんとマニュアルがあって、その礼、そのやり方を外れるともうそれは礼と呼ばないわけですよね。だからそういう意味で言うと、向こうの、そう、日本の、日本と中国が同じことを言っているように見えても実は違うんであって、そこのところが儒教に対する理解を妨げているということはあると思いますね。どうもありがとうございました。どうぞ、キーさん。私が見ているその日本人の異文化の摂取なんですけれども、私は日本人がかつて中国から学んだっていうことをどこかで非常にこう重く受け止めているところがある。でそれに対して の, そのアンチテーゼとしてこの国民の歴史が出てきたっていうのが大変いいことだと思ってます。でそうでなくてもですね、例えば中国から学んだ、で明治維新以後は 西側から学んだっていうことをですね、学んでばかりいてモノマネばかりじゃないかというような、そういう批判が、内外から聞こえるんですけども、でも私はこういうふうに思うんです。その文明文化というものは何もどこの国が発祥だということで、そこの専売特許ではない、学んだ人勝ちであると。つまり私は日本語を話します。先ほど一つ間違えて伊沢さんにちょっと教わりましたけれども、でも私は日本語を話します。平均的な日本人よりまともに日本語を話します。じゃあ私が学んだ日本語は偽物で借り物なのかというと、そうじゃないんです。私が学んだ日本語は私のものなんです。それと同じように、何をどこから学ぼうが学んだもの勝ちであるということで、私はもし日本が大いにふるいにかけた後にいいものを学んでいくということを、私はむしろ奨励したいという、そういう思いがします。ただ残念ながら私がここ数十年見ている日本の社会、またその多くの日本人は常に反を、つまりどこかの外の国に反を求めるという、そういうメンタリティがあるんですね。もちろん中国であったりとか、ソ連であったりとか、かつてはインドであった時代もありますし、スイスであったりとか、でドイツであったりとか、で実におかしいんです、それがまた。でそれがある種その一体全然学ばないんじゃないかということと、すっかり学んだんじゃないかという問題提言がありましたけども、私に言わせるとパーッと頭に血が上って、そしてすっかりこう引き受けるんですけど、それは最終的にはファッションで終わってしまうという、そういうことじゃないかと思います。で日本の常識が常識であるべきだとこうおっしゃった小林芳則さんの言葉を、私は日本にいる限り、日本で生活している限り、日本人である限り、また日本にやってきた全ての人に対しては日本の常識が常識であるということをやっぱりきちっと伝えなくてはいけないと思うんです。例えば日本の方々は皆さん非常に包容力がありまして、外に出かけたら、例えばインドに出かけたらインドの風俗習慣伝統を重んじなくてはいけない、ガンジス川にがいくら汚れていても、いくら排泄物がプカ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 浮かんでいても、それは聖なる川であるということで、汚いとか汚れたことということはちらとも顔に出さずに、あの中に入って水浴をすると、沐浴すると、これが礼儀作法であると、私もそう思います。
でも私はあの排泄物がプカプカ浮いている川を聖なる川とは思えない。それから牛が人間より高等で、これは聖なる動物だとも思えない。ですから私はインドには行かないんです。でインドにいらして、インドが大好きになって、インドにもハマって、そしてそれは全部信じ込める人間結構です。だけれども、例えば日本に来た外国人に対して、これが日本のルールであり、これが日本の風俗習慣であり、これが我々のルールである、考えていることであるということを、きっちりまともに、そういう人たち、他国へ行って他国を尊重する人たちが、自国に来た外国人に対して自国の文化を尊重するようにきちっと言える人がどれだけいるかっていうのが問題だと私は思ってるんです。私が挙げる一つの極端な例があります。イスラム教徒が日本で行き倒れになって身元不明のまま火葬になったことがありました。それを大変に批判された地方自治体がありました。その地方自治体は一つも反論できなくて、その後何かあった場合に、全ての地方自治体は簡単に行き倒れになった外国人を火葬にすることはできなくなったんです。とってもおかしいことです。つまり身元が不明の外国人、行き倒れになった人を処理する唯一の方法は、そこの地方自治体が責任を持って火葬にするということなんです。で、それを非常に当たり前のこととして、正しいことを主張できない、その日本人のメンタリティが非常に問題だと私は思っております。ですから日本で暮らす限り、日本にいる限り、日本のルールに従って、日本の伝統に従って、日本の文化に従って生活すべきであるということを自信を持って発信してほしいと私は思っております。どうもありがとうございます。小林さんも金さんもですね、日本の常識、これを大事にしろとおっしゃるのは、あまりにも自虐趣味が横行している、もう少ししっかりしろよという掛け声だと思います。ただ反面ですね、私が安全保障をやってるんですけども、例えば日本の自衛隊、これは軍じゃないんですね。普通の概念では軍隊であるが、国際法上は軍隊でない。これ何なんだいってことなんです。で、こんなことを言っている国は世界にはないわけですね。そうすると日本の常識は世界の非常識ということもまた言えるんではないか。ですから日本の常識のその常識がですね、その世界の常識に合わせるところもあるし、あんまり我々が問題にしているような自虐視観、これはひっくり返して日本の常識を世界に発信すべきであると、こういうふうに、まあ、司会で喋っちゃいけないんですけども、私は今伺ってて思ったんでございますけども、何かコメントありますか。なんか例えば何でも取り入れて、でその中から結局自分のものを作っていくっていうその感覚を、ちょっと若い人たちにも説もうちょっと分かるような感覚で、ちょっと当たってるのかどうか分からないんだけど、その例えばちょっとおかしいなっていうふうに思ったのは、この NK ホールっていう場所で、国民の歴史っていうものをやってる。でその隣はディズニーランドですよね。あれはそのアメリカの文化侵略なわけです。でアメリカの文化侵略をやってるそのディズニーランド の前でですね、国民の歴史をやってると、なかなかおかしな構図があるなというふうにも思ってたんですけれども、一方ですね、今アメリカではポケモンっていうのがですね、もうものすごい大ヒットに、なっておるわけですね。で漫画っていうのはそもそも手塚治虫が日本ではストーリー漫画っていうのはものすごく発達させたわけですけど、あれはディズニーをの影響を受けてるわけですよ。ディズニーのアニメをずっと見てたその手塚治虫が、あれを結局本当はアニメを最初から作りたかったんだろうからだろうけど、金がないから紙の上に書いちゃったみたいな話で、ストーリー漫画を手塚治虫が発展させていくわけですよね。でそこから漫画文化っていうのはそういう映画的な手法を
紙の上に定着させる形でものすごい漫画の文化っていうのが作られていくわけですね。そしてその漫画文化っていうのはもうアメリカをあっという間に抜いてしまうわけですよね。でアメリカは相変わらずまだそのなんていうかな、絵物語みたいなスーパーマンとかスパイダーマンとかほとんど絵物語に近いような感覚でしかやってない。まだ本当に小回りから何から全部日本の水準まで漫画の水準とは達してない。で今度はその日本の漫画文化の中から生まれてきたポケモンが今度はアメリカの方に文化侵略にやっていく。なかなかやっぱりわしとしてはですね面白いなと。それ向こうから受け入れたって結局こっちの方がもっと強くなっていくっていう部分あるわけですから。今度はアメリカのハリウッドは鉄腕アトムを実写で作るらしいですけれどもね、そういうのも結局日本の漫画というものを結局日本の漫画そのものが今度世界に文化侵略として出ていく時代がやってきた。で例えばそのポップスなんかもわしがもっとその中学校ぐらいだったのかな、ザ・ヒット・パレードなんかあってね、ほとんど洋楽が流行りでしたでしょ。で若いやつって洋楽ばっかり聴いてましたよね。でわしらの大学の時も大概洋楽を聴くやつの方がかっこよかったですよね。日本のポップスなんか聴いてる、ポップスって言葉すらあったかどうかわからんけれども聴いてられなかったけど、最近はなんか J ポップスとかって言って、でもう日本のなんていうかな、ポップスミュージシャンっていうのはもう圧倒的に若い者は聴いてるわけですよね。あんまりなんか洋楽流行らなくなっちゃった。全部なんかものすごい勢いでそういう文化も取り入れていって、そのうち自分の方がより高度なものを作り上げていくっていうようなことを割とすぐここ10年20年の中でもやってきてる部分はあるんじゃないかなというふうにも思ってるわけですよね。そういう部分にも若い人向けにはちょっとそういう話の中でちょっと解説してみたいと思いました。いいですか。どうぞ、まあ、非常に元気の出る話でよかったんですけど、今日はキラレ役で来ましたんで、小林さんに反論するわけじゃなくて、さっき金さんがおっしゃったこと非常に重要だと思うんですけど、要するに日本人っていうのは非常に情報戦略に弱いわけですよね。それと自分の意見を主張するということについても非常に弱い。でこれは今この国民の歴史の中でもその日本が敗れたのは戦後の戦争であるというようなことで一部書かれてはいるんですけれども、今後もそういうことがますますのしかかってくるだろうと、まさにそういう時代になってきたということですね。一つ例言っとけばですね、今後中国、中華人民共和国はおそらく日本に対して過去の戦争犯罪という言い方でますます言い募ってくると思います。なぜそんなことが言えるかと言いますと、これは歴史のどこでもそうなんですけど、今中国の政治ってうまくいってないんですよね。うまく政治も経済もうまくいっていればうまくいってるだろうと、これは我々中国共産党様のおかげである、みんな感謝しろって言えば国民も感謝するしうまくいくんですと。うまくいってない場合、不満は唯一の政党である中国共産党に集中するわけですね。そうするとそれをどっかでそらさなきゃいけない。じゃあ中国共産党が中国国民に対して言える最大の正当性というかアピールできることっていうのは何かっていうと、我々は勝って日本帝国主義を打倒して中国の独立を全うしたんだと、これしかないわけですね。そうこれにこれをネタに国民にもそれを言い、日本にもそれを言うというしかないわけです。でまた日本がそれでペコペコ謝ってお金出しちゃったりすると、これは結局長い目で見ても中国人のためにならないんですね。中華民族のためになるかっていうと、要するにそういう悪い姿勢、悪いと言っちゃいけないけど、まあ、中国人にとってあまり良くない政権を延命させるわけだから良くないことなんですよ。でこのことは実は前に日本は前科がありましてね、かって我々のね、小林さん学生の頃か子供の頃は文化大革命っていうとなんかすごくいいことのように思ってたわけですね。その新聞報道などのことによって実はあれは文化大虐殺だったわけです。ポルポトの大虐殺はあれを真似たものです。ちなみにあれが大虐殺であったということは、例えば朝日新聞の知恵蔵を読んでも書いてあります。で、その時に日本のマスコミは何言ってたかっていうと、中国様の言うことだから正しいっていうことで、散々それを支持して宣伝してたわけですね。そのことによって結局、何千万人の人間が殺されちゃったわけですよ。
そのことにちょっと加担してるわけですね。やったのは中国にしても、そのことをもうちょっと早く如実のごとく世界に明らかにしとけば、そういう報道をしとけば、それは防げたかもしれないですね。そういうことをまた今また繰り返そうとして、これは繰り返させてはならない。これから中国がどんな理不尽なことを言ってきても、それは毅然として跳ねのけるだけの覚悟が必要だと思います。ありがとうございます。それにつけても、今の外務大臣に頑張ってもらいたいんですが、今飯沢さんがすこぶる重要なことをおっしゃったのは情報なんですね。例えばアイリス・チャンの、これは中国系のアメリカ人が書いたデタラメな本でございますけれども、この南京大虐殺、事実も間違ってる、写真も間違ってる、大変これはデタラメな本だなと我々は思ってるけども、これを向こうに発信しなければいけない。で、我々もこの入れることは入れちゃって、入れるっていうか、これ申しはしてないんですけども、反論がなかなか出ていかない、情報を一方的に輸入して輸出ができないというところに最大の問題があるんじゃないか。これ西尾さんどうですか、お得意のところですから。あんまりお得意じゃないんですけれども、ちょっとずれるかもしれませんが、さっきからお話を伺っていて、ゴーソンファさん、韓国の方がお書きになっていた文章の中で、日本人は自分を主張しないので驚くほどだと、韓国人は何でも自分が世界一で、韓国が世界一と、韓国がどこかの国のおかげを被ったなんて言うと、もう袋叩きに合うくらいの国なのに、日本人に合ってると、古代では日本人は韓国のお世話になりました、朝鮮半島からたくさんのものを学びました、ありがとうございますという日本人がたくさんいるので、なんという自尊心のないダメな国民だろうと、自分は思ってたと。ところがその日本人がそう言っているながらけれども、日本人は実は奥底では自信持ってるんで、そういう意味ではそうなんだけども、とにかく主張しないと。で、とにかく全てにおいて、凹凸ということで言えば、王だと、大型の人間であると、つまりへこんでいる方の人間である。だからそれで日本の国内社会はうまくいきますので、国際社会もそれでうまくいっているというふうになんとなく思っているのではないかということをお書きになっておりまして、確かにそうなんですね。それで日本の社会は柔軟で、そしてお互いにみんな穏やかで、でこれほど治安もよく、何もなく太平楽でという感じはあるんですけども、ひしひしと外から迫ってくるものはそういうものでは、ないわけです。例えば伊沢先生がおっしゃったようにですね、私も考えますのに、21世紀には、大きな戦争はなかなか起こらないだろうと思いますが、20世紀の戦争をどう解釈するかということが21世紀の戦争になるというふうに思っております。そういう意味でこの歴史認識の問題は、日本がアメリカに対しても、また中国に対しても、アジア諸国に対しても、大変孤立した孤独な戦いですけれども、何としても言論戦で勝ち抜かなければならない問題であろうかと思うわけであります。ところが私の側聞する限りでは、アイリスちゃんの偽物の本、この本については東中野修道さんと藤岡信勝さんが非常に優れた反論の書を書いております。これが英訳される日を私は切望しておりますけれども、しかしながらそのアイリスちゃんがユダヤ人のグループと組んで、この12月の冒頭にやってくると。このユダヤ人のグループこそマルコポーロ事件で文藝春秋を締め上げた、そのいわゆる宣伝媒体というものを使って、これ以上やったら、要するに日本に南京虐殺を認めさせる、認めなかったらば、そういうことを各出版社のから広告を全部引き上げると、元の企業からですね、莫大な、一説では100兆円にも上るような賠償金を取るというカリフォルニア州議会の可決が、この連邦議会にまで上ってくる勢いがあると。こういうデタラメな、ありえない、だってもうサンフランシスコ平和条約で全ては終わってるわけでありますから、終わってるものに対して日本の戦争の謝罪と、それから賠償をせよと、それを中国が言うんじゃなくて、アメリカの団体まで言い出してると。これがですね、どう戦うか、これにどう負けたらもうこれはこの国ないですよ。もう
平和条約でちゃんと結んだんですから、終わってんですから、全てはホロコーストと戦争犯罪は違うんです。私の本にも書いておいた通り、この重大極まりない事件がひたひたと迫っているということ、私もどう考えていいかわからないし、事態が来てからよく見過ごして、考えなきゃならんと思っておりますし、日本の左翼も含めて、まあ、もちろんそういうことを追いかやってるのは日本の左翼が一生懸命応援してるわけですよ。つまり例によってしつけ役は日本人です。しかしながらですね、日本のリベラルなこの言論界が総じて朝日新聞も含めて彼らに加担するほど、それほどバカだとは思わないけれども、そのワイルスちゃんたちのグループの一般の記者会見は民主党の建物で行われるそうであります。それでその民主党の党首とグルになって本を出しているのが、つい先頃まで我が作る会にいた副会長でございます。こういう事態が今起こっていて、私どもは当惑しておりますが、元副会長の言動は一切感知しておりませんので、この方も伝えついでに申し上げておきます。大変で西尾先生の立派なご意見ですが、またちょっとカーブしそうになったんで、また元へ戻したいと思うんでございますが、金さんと伊沢さん、何か今のことに関連いたしまして、中国ならまた任せてくださいよ、もう中国なら任せてくださいよ文化大革命当時の日本のマスコミの競争局、もう我々は実に本当にハラハラしながら見ておりました。まず私の連れ合いは理工学部の教授です。で、彼が当時言った言葉、つまりああやって授業をないがしろにしたら、この理工科教育というものは1年完結を置いたら、つまり1年その教育を止めたら取り返すのに10年かかるということを言ったんですけれども、それから報道のインチキさ加減をですね、あれだけ持ち上げた人たちに対する、その日本の一般の人々、これもまた報道がインチキで間違っていたっていうことが分かっても、なおかつまた同じ新聞をずっと取り続けている日本の皆さん、これが大問題なんですよ。で、当時文化大革命を礼賛した学者の中で一人だけ反省した人がいるんです。実は早稲田の政経学部の新島純良さんっていう人が、自分の書いたことは間違いだったということで、自分の持っている中国関係の本全てのコレクションをどこかに寄付して、そして彼は退職したんです、早稲田を。そして結局この方どうしたと思います？無職でずっと今零落の身を囲っているわけなんです。そういう良心的な人間が恵まれず、そしてその間違ったことをいくら言おうが相変わらず大きな顔をして学会なりマスコミなりで活躍している人を許しているこの社会、または多くの日本人がやはり責任を持たなくてはいけないと私は思っております。それからもう一つの問題点、アイルシちゃんを筆頭にして、このアイルシちゃんっていうのは中国系のアメリカ人です。で、日本が大嫌いなのが中国人なんです。で、これを日本人は認めなきゃいけないんですよ。私がそれを言うとね、私は台湾人で中国が嫌いだからそう言うんだろうっていう人がいますけど、違うんです。アメリカ人で長いこと中国で特派員をやってた人も同じことを言ってます。それを知らない、中国人は日本が大嫌い、日本人が大嫌いと、そしてその肝心な日本人がそれを知らないっていうことが大問題だっていうことを彼は言ってます。先ほど西尾会長が何回も言いました、日本は日露に勝ったから白人が許さないんだと、日本を、ね、日清戦争に勝った中国人は日本を許さない、しかも第二次大戦で敗戦したはずの日本がなぜまた先進国なのかと、またなぜ経済大国なのか、それが許せないんです。中国人はそれが許せないんです。もう理屈じゃないんです。中華思想の塊である中国人は世界で自分が一番偉いと思ってる、一番偉いと思ってる我々がなぜ属国である日本に負けるのか、
なぜ日本が経済大国で我々はこんな貧乏な思いをしなくちゃいけない、なぜ日本が G7 に入ってて我々は入れないのかと、これがもう悔しくって悔しくてしょうがないから日本は許せないんです。それを皆さんは基本的に認識しなくてはいけない。その認識がなくては中国と対等に付き合うことはできない。モーパンフーっていう中国人のジャーナリストがいます。で、彼はこう言いました。日本人が中国好きであろうが嫌いだろうが引っ越しするわけにいかないだろうと。つまり中国のすぐそばにいるんだと。よしきにつけ、あしきにつけ、中国の影響を受けるのはこれは当たり前なんだと。あなたたち逃げるわけにいかないだと。大変に傲慢なことを言いました。その通りです。隣の国です。喧嘩するわけにもいきません。だけれども真実がどうかということをきっちり認識して、そして対等な立場で、もし理不尽なことを言い続けるんであれば経済援助は一切しませんと。それだけでいいんです。実に簡単なことなんです。それだけでいいんです。それぐらいはできるでしょう。もしそれができないんだったら日本は間違いなく衰退し滅びます。どうもありがとうございました。いや、実はもっともっとですね、時間がございますれば皆様方からご質問なりご意見なりを頂戴したいんでございますけれども、なんせこれ時間がないで、皆様方ご不満だと思いますし、この四先生もですね、司会のやつはけしからん、お前なぜ俺にもっと発言させなかったと。で、今度舞台裏で私が今度はピエロになるんですけれども、まあ一つ本日はですね、日曜先生のこの会長国民の歴史、これをもとにですね、いい日本にしていくように皆さんと共に頑張りたいと存じます。本日はどうも大変ありがとうございました。